ワールドビーツにしようかなお三3曲目ねうん EDM ダンスミュージックうんまあでもともとダンスミュージックよりやったけどなんやろあのプロデューサーさんもそういうのが得意な方やから「EDM よりに持ってくわ」って和樹が言ってるの聞いてそんなことまで考えてんねやかっこいいと思っていやそうやあなるほどプロデューサーさんまでこう考えて曲のアレンジの方向性決めてる 決めてて。確かに確かに。そんなことまで。そんなことまで考え出してんやと思って。考えてへんふりして。そうなんです。確かに。だから俺結構なんか、あ、そうやでそら。ね、なんか普通にあれやったけど、いやもうちょっとちょっと EDM 方向にしようと思ってんねみたいな。ほら。え、そう。 完全バキバキにしただからやっぱプロデューサーさんによってその音が変わるってそうねだから得意不得意じゃないけどやっぱあるやんその好きなジャンルがその人にも色があるよねやっぱ必ずねだからね色々そういうのまで考えてるんですよ酒井先生最近マジでしょ酒井先生って呼んでヤームラいや読んだよ俺ヤームラだヤは特に何で俺が特に呼ばなあかんねん何で意味わからん今のいやこれでもねあのホンにあの 歌声とかもすげえ加工したりしてるんで。EDM も今までそんな、ここまで。ここまでバけバけなかったね。ワー、ね、ワールドビーチ。うん